やっほー、こんばんは。寒いな、ちょっと千秋楽ありがとうございました。本当になんかね、なんかずっと実感なくて、終わったけど実感なくて、未だに不思議な感覚なんですけど、本当に千秋楽を迎えた。そうです、寒いな。ちょっとゆっくり話したいんですけど、まずあのお弁当食べさせてください。今日ほんまにご飯食べてなくて、朝ご飯食べる時間なかったし、昼公演も時間なさすぎて、終わってからあのサンドイッチみたいなパン1個だけ食べて、で今に至るって感じ。全然一日ご飯食べてない。だから今からちょっとご飯食べます。だからゆっくり今日の公演の話しましょう。うん、よし、できた。ちょっと待って、メールも送らなきゃ。とりあえずご飯食べないと。今日さ、荷物が重たすぎて。プレゼントありがとう。もうめっちゃ腕やばい今。プレゼントたくさんありがとう。おいしそう、今日のお弁当超やばいです。じゃじゃーん、おいしそう、めっちゃ美味しそうなお弁当。今日から飲み物、スープ系のものがないと。これ蓋取ったろ。いいね。めっちゃ美味しそう、エビ入ってる、やばい。お弁当でこんなテンション上がるのさ、コンサートぐらいやねんけど。ありがとう、いただきます。今日からね、あの食べ物食べるとき飲み物ないと無理やから、お味噌汁を入れてきました。ゆきありがとう。どうしようかな、これ何？醤油かな？あ、ソースって書いてる。うわあ、なんか飛び飛んねんけど。あっつ。ちょ、漏れてんねんけど。やばい。やばい、熱しすぎてソースが。あ、かへん。あ、開いた。ナイス。でもね、エビフライはきょうちゃんマヨネーズかあれなんですけど、タルタルソース派。うるさいな。じゃあお魚はソースだな、これ。お魚味ついてんのかな、もしかすると。で、ハンバーグまで入ってる。ケチャップかけちゃおう。やばい、めっちゃ美味しそう今日のお弁当。テンション上がる。いただきまーす。うん、腕痛すぎてあげられへん、荷物が重たすぎた。ほんまに一日中ご飯食べたかった。
いいね。ゆきありがとう。きょうちゃんエビ大好きでさ、やばい見てめっちゃ大きいの入ってんねんけど、エビフライとさこの煮物系のさエビ両方入ってんの最高。きのこ、うん、こういう煮物大好き。うん、最高。ご飯食べ終わったらゆっくり千秋楽の話しましょう。また今日もあの X 載せなきゃですから、載せたいですから。ほんまに腕痛い、やばい。今日もシューマイ入ってる。きょうちゃんね最近シューマイ好き。めっちゃレモンの味。魚も入ってるしさ、ハンバーグもさ、唐揚げも入ってるさ、最強じゃない？うん、魚ありやな。うん、うん、エビ入ってるし、カモも入ってる。やばくない？カモ入ってんねんけど、食べてみよう。おいちエビ楽しみすぎんねんけど。最高。もうめっちゃ荷物重たかったけど、めっちゃ一生懸命持って帰ってきたん、これ横にしんひんように。頑張ってよかった。うん、頑張った甲斐がある。おいしい。
やばい、あと30分でメール終わる。これ楽しかった、ありがとう。最後の最後に超いい場所やったな。そう、実はエビ大好き。腕痛い。めっちゃ重かった。差し入れをね、なんかめちゃめちゃ大量にいただいて、ありがたいことに。それをね、頑張って持って帰ってきて。重かった。お疲れ、ありがとう。うんうん、あれ？ハートありがとう。うん、2回公演は初めてビーヤで2回公演した時ぶり。あの時もきょうちゃんとくーちゃんでしたね。ゆきありがとう。ケチャップおいしい。ケチャップ好きかも。やばい、腕痛い。ニッキーありがとう。ムニカン、ムニカンってさ、定点が見れるん？ペ定点か。ちゃんと後でミーヤのこととか今日のこといっぱい話すから、あと15分ぐらい待ってください。ゆきありがとう。15分ぐらいしたら多分食べます、全部で話しますね、今日のこと。ゆきありがとう。シューマイ最高。あと30分で終わる。うんうん、シューマイとか肉まんとか、うんうん、美味しい。うん、ダウトいいよね。ニッキーありがとう、いっぱい。
エビ食べちゃおっかな。11期できょうちゃんが一番食べない。うんこう見えて11期で一番食べへんかも。てか11期食べすぎやねん多分。やばい、めっちゃおっきいねんけど、エビ最高。なんかね、くるみちゃんが小食やと思ってたんやけど、意外とめっちゃ食べんねん。意外とバリ食べるなーって思った。あとリーナめっちゃ食べるし、サックもめっちゃ食べるし、でゆうにちゃんがめっちゃ食べるやんね。あんずも結構食べんねん多分。うん、いつも京香が食べきれへんかったやつ食べてくれるもん。頼みすぎるやつとかいつも頼みすぎちゃうから。そう、意識高いでしょ、キティちゃんですよ。サクめっちゃ食べるよな多分。でもさ、食べ放題とか行ったことないからみんなの本気見たことない。え、めっちゃおっきくない？伝わる？最高。うん、うん、最高。最高。エビ食べたい。なんかこういう、あの、うちは見えたよ。ありがとうね。めっちゃ前だったな。嬉しかった。こういうさ、煮物系のエビ大好きやねんけど、殻むくんめんどくさいからちょっとむずい。きょうちゃん昼も夜もうるうるしてた。聞く、あんずが泣いてたもんだって昼。いっぱい食べた。水のないのさ、思い出はいつも消えていき、新たな記憶が生まれて重なるよ。あの歌詞がめっちゃ刺さって、昼も夜もそこで泣いた。うん、ジッキーみんな泣いてた？かわいい。だるまゆきやれんと。あんな涙止まらんて。泣いてたもん。見えた。
雪だるま、ありがとう。ゆき、ありがとう。ハート、ありがとう。プレゼント、ありがとう。トマト食べとこうと。オッケー、もう十分だ。タケノコ食べとこう。なんかいっぱい。ゆき、ありがとう。だるま、ありがとう。ごちそうさまでした。うん、今日めっちゃお風呂浸かろう。終わったよー。ゆきありがとう。マグカップね、キティなんですよ。かわいすぎん？両耳にさ、なんかついててかわいい。ゆきありがとう。今日はマジでめっちゃ寝よう。やっと目覚ましなしで好き放題寝れる。昨日も使った。お、ミラボいっぱいありがとう。ウィー、かわいいでしょう。バツマルオランデ、ハッピーセット食べれてなくて、まだ明日明後日食べたいなって思ってる。ユキユキ、あ、ユキか、ゆきな。ゆきありがとう。ゆき、そうそうそう、ゆき、そうです。ゆき、うり、ゆきありがとう。ミラボミラボミラボ、ブラボーブラボーブラボー、ごちそうさまでした。どういうこと？そう、ハッピーセットね、まだチャンスなくて、今日無理やって。昨日からやん。昨日もコンサートやったから無理で。だからね、まだ1回も食べれてなくて、ね、うん、3日間、この3日ぐらいでちょっとガチりますけど。いつまでやっけ、15から。めっちゃ短かった。ちなみにゆきいっぱいありがとう。いいな、ちょっと一回も食べれてないから、ほんまに多分このままいったら悔いしか残らん。残るもんは悔いしかない、後悔しかない、在庫ない。ちょっとさ、本気でキティのこと愛してる人だけにしてもらっていい？困ったな、これ。今日が本当本気でキティのこと愛してるから、本気で50種類集めようとしてるから、
むずいな。ゆきありがとう。どうしよう、ちょっとほんまにボタニカルが欲しいボタニカルと黒ギャルキティが欲しい。ボタニカルは完全に名前が好き。名前と名前となんか見た目のシュールさ。軽率に顔出してすみません。まあまあまあ、きょうちゃんに協力してくれるならいいよ誰やねんな嘘です。キティさんください、本当にやばい、それやばい、それなボタニスト。ほんまにコンプリートしたいから、ガチで頑張る、ガチで頑張るとか言ってもスタートダッシュ切れてない時点でもう自分の負けなんですけど、ゆきありがとう。田舎でも無理なんや、どこまででも行くけど。だゆきありがとう。頑張れば50周いけます。きょうちゃんのために毎日マックします。ほんまに、さすがやん。ループします、あり、マクドループ。なんかねハッピーセットなら、いやでもきょうちゃん小食なんですよね、むずいな。小食やからちょっと2セットでもうギブかも。最近ちょっと小食なんですよね、すぐなんかもう無理になる、お腹いっぱいすぎて。冷凍ハンバーガー冷凍しても絶対美味しくないでしょあれ、あでももともと冷凍されてるかも、ナゲットとかポテトとか。枝豆コーンならと思っていいけど、枝豆コーン舐めすぎ。朝マック、確かに朝マックのハッピーセットもでもいけんじゃん、無理なの。朝ごはん食べるからまたね、またねゆっくり食べてくるんだよ、おごるよって連れてく、無理ですおごれないです何人おんのだって。ゆきいっぱいありがとう。マジお腹いっぱい、今日結構なんか良い感じ、ちょうど良さそうな感じ。ゆきいっぱいありがとう。サラダ、あそうサラダもいけるんや、サラダ結構多いよな。強気者よ、かっこよかった、嬉しい、ありがとう。ゆきありがとう。ハッピーキョッピーセットください、ワンちゃんいけそう。ハッピーキョッピーセットでって言ったら、あかしこまりましたっていけそう。うん、どうしよう、ハッピーキョッピーセット今日かなってキティ欲しいよ、こんなに愛してるのに。難しいな、でも自分ほんまにそんな食べられへんからな。待ってやばい、おやすみって送らないと。展望スターだるまありがとう。へい、ちょっと片付けます。うい、ゆきありがとう。ほい、じゃあー
まずお休みメールから。あ、てか、あの一個言いたいことがある。キョッピーがね、あのコメントをさせていただいたんですよ。ブブカ編集部さんのツイッターに、今日の公演のこととかまとめてある、あの記事があるんですけど、それをねずっと読んでもらうと、あのキョッピーコメントさせていただいたんですよ今日ね。ぜひぜひ読んでください。これはそんな長くはないけど嬉しいですね。さっきあれ、メール送る。ゆきありがとう。記事出たら、そう、あの記事も、ね、出たので、ぜひぜひ読んでください。嬉しいですねこれは。とってもそう、昼夜でね、実はねユニットのポジション違うかったんですよ。なんかいけました。あ、そうだから昼はあのめっちゃ久しぶりにあの思い出以上のセンターポジをさせていただけました。嬉しかったです。楽しかった。やっぱ思い出以上大好きだな、良すぎる。チェック済み、さすがすぎる。ぜひ読んでください。嬉しい。びっくりした。うるさ、おこ、ほんまにうるさい。ゆきありがとう。うるさいねんけど。ママ配信してるやん普通に。ゆきありがとう。配信してんの知ってるくせに LINE 送ってくるのやめてほしい。おやすみメールの時間だ。怒るよそりゃ、怒るよそりゃ。ゆきありがとう。みんなもさ、子供の時さ、親になんかつべこび言われるのが一番嫌やったでしょ。それですけど、反抗期やからさ、ちょっとやめてほしいほんまに。そうだ、きょうちゃんの指示見てくれた。あとありがとう。やばいって言った、あと10分しかないって。メールやろうとして、メールやろうとしてんのにさ、ねえほんまに。わーいって感じ。え、今日な最後やから、あの全衣装で写真撮ってきたで。あの珍しく、え、だけどさ夜公演のさあれやわ、1曲目の衣装で写真撮れてないわ。あ、やっほ、ねえあんたさ久々すぎるでしょ。ねえねえお見て顔しろ。
してるのよ。怒った姫も可愛いよ。優しい。思い出以上センターね。嬉しかった。久々やったからね。ゆきありがとう。一生おもろい笑われてんですけど。リカさん大好きですよ。今日からリカさん、ゆきいっぱいありがとう。引っ越した？え、そうなん？遠くに？どこに行っちゃったの？忙しかったんだに。じゃあダニ？あ、ま、違うって違うって、あのお休みメール送らないと。でその前にこれ送りたい。これ超可愛いから送ってあげるよ送ってあげるよとか言ってね、すいませんね本当に。ちょっと頑張る。ジョークにしよう。あと8分。余裕。え、ってか Twitter 間に合うかな、これ。この調子で Twitter 何時まで許されるやろ。あんま分かってないけど、11時過ぎたら許してください。よろしくお願いします。お願い、本気で、あの本当にお願いです。ずっと食べたかったの、何気に。きょうちゃんのままでおすすめ。それな。ゆきたくさんありがとう。やばい、急がないとあかんのになんか全然関係ないメール送っちゃった。まあ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 、ういういうって感じでちゅうね。え、どれにしようどれにしよう。待って、これノーマルで撮ってもらったって。どれにしよう。待って、全然さ人と写真撮ってないねんけど、なんでこうも時間がないものかな。ゆきたくさんありがとう。めっちゃ目痛いし。枯葉、きょうちゃん枯葉ありえると思う？どうなると思います？ユニット毎日配信見てたよ。そうなん？なんや、よかった。きょうちゃん不足んな、うん、制服の目も始まることですし、会いに来てね。今日も一日おつでした。ゆきたくさんありがとう。え、そう、アンテナで鬼役やりたいねんな。なんか誰と話したっけそれ。引っ越したのとかいろいろ含めて今日からママ返信する。待ってるよ。待ってるね。産んでますからね。あとありがとう。ディズ読んできました、ありがとう。写真もね、あのきょうちゃんセンターのやつとかも載ってて嬉しかったです。制服の目経験者なのかっこよすぎる、ありがとう。でもたった1回しか変わらないですからね。
どうなるか楽しみに。今日はもうね、なんかいろいろ話したいというか、なんかねあれですから、早く初日を迎えたい気持ちでしかないもう早く初日迎えたい早く初日迎えたいなって気持ちです。いろいろありますけど頑張るから。きょうちゃん制服の目公演共感頑張りますから、よろしくお願いします。え、かわいい作、サックかわっちいね、サクちゃん。え、てかさ、ゆうねちゃんのさ、このチューリップの色合いとってもいいな、かわいい。自分の後頭部映ってました、すご宝物ですね。ゆきありがとう、プレゼントありがとう。話す機会欲しい、それな、早くやろうよ、あのトーク会早くしよう。いや、お疲れ様だよね、思い出いっぱいすぎる、いっぱい来てくれてありがとう、プレゼントたくさんありがとう、めっちゃ画面愉快超愉快。え、待って、違う、あのあれです、あの Twitter、 なんでみんなこんなさ仕事早いん、何が違うんだ私とマジでギリギリまでできひんすぎて、もうこういうとこです。はい、じゃあ今から書きます。これまだ時間かかるやつやで、知ってる。 We are growing up second、 はい、ハッシュタグ、足痛いって。 We are、 え、これ合ってるかわからん、タグがこれ、ウェレグロウィングウィングアップセカンド公演千秋楽。千秋楽ってさ、言葉かっこよくない？わかる？なんか千秋楽って言葉好きなん、今日がだけかな。きょうちゃんはお弁当運ぶの頑張ったんだ。あー、そういうことねそう、めっちゃ頑張って運んだから、今日か、めっちゃ重たかったけどめっちゃ頑張って水平に持って帰ってきた。プレゼントたくさんありがとう。 Twitter のアカンネクタイ、え、そう、あれめっちゃ漏れてん、かわいいでしょよ、初めて財布だけど、ありがとう、可愛かった。きょうちゃんはね、ネギ見たよ、2公演ありがとうね、2公演もね来てくれて嬉しかった。プレゼントいっぱいありがとう。何の話してたっけ今、何の話もしないか。じゃあ Twitter やりますね。あ、そう、千秋楽の話、そうそうそう、千秋楽って言葉が好きなんですよね。寂しいけどさ、かっこよくない？なんか千秋楽って感じするちょっといいねとかもしてるからね、かわちい。千秋楽ってさ、すごいなんか花って感じしん？これにしよう、チューリップにしようっと。ありがとうございました。このにっこりがかわいいですね、ありがとうございました、にっこりクライマックスクライマックスかっこいいな。じゃあ千秋楽って言葉好きなんよ。初めてレベルで水入れポフタ、ありがとうね、ラブ。これからもいっぱい振ってください。ムジカさん、千秋楽の写真、ん、千秋楽の写真あり？あり楽しい、楽しいことも、
なんかもう終わっちゃったんかって感じ。ちょっとウィーアーの話もいっぱいしたいから、ほんまにちょっと待ってて。ユキありがとう、あとお疲れありがとう。ちょっと熱く語りたい、ほんまにちょっと待ってくださいね。たくさんいろんな経験をさせていただけた。ハートプレゼントありがとう。きょうちゃんと出会えた公園、そうよ、みんなと出会えた公園ですから。え、そう、千秋楽後のコメントが記事になってます。本当に嬉しいので読んでください、お願いします。ハローキョッピー、あ、それまだ設定してない、ごめん忘れてた。いや、ほんま後でやろうと思って忘れちゃう、やばい。大切な公園です。プレゼントたくさんありがとう。思い出以上センターで出てきた時泣いた。え、嬉しい、最後にできてよかったです。本当に制服の目大変やぞ、知ってるよでもね、まあ楽しみましょうや。研究生公演ってモニカンしてた。おお、きょうちゃん見つけれた、プレゼントありがとう。ちょっと待って、またあれです、思いつかんくなっている。記事読んだ、ありがとう。大きいハートありがとう。最高だったよ、ありがとう。また来てねプレゼントありがとう。え、そう、なんかその怪我する人多いみたいな言ってる人多くてびっくりしてんけど、そんな感じやったんや。とりあえず早く会いたすぎて、それな、早く早く会おう。昼ね、ありがとう松丸くん、分かったで。これからもずっと強調しながらね、ラブ。次の声も楽しみにしてて。お疲れ様、ありがとう。楽しかった、バラありがとう。 Twitter はさ、このさ、もう字数制限に頭悩まされるんだよな。やばい、これちょっと待って、どうしよう。書きたいことが多すぎて、
トーク会早くやりたいような。もう最後いつやったんだろう。みんなうずうずしてきましたね。チームコンの時水に触れてよかったね。ありがとうね、嬉しかった。ラブナミさんのイメージでレッスン一生引きずってるのでね。懐かしい、覚えてるよちゃんと。そう、渚とかをすることがねもう結構なくなりそうだから寂しい。メールの進化はやったね。1月28日やんな。8月、え、めっちゃ前やん。そんなに？麦わら帽子、わかる。今日もここ好き。ユキ、プレゼントありがとう。待って、Twitter間に合うかな。時数はいけるかな、これ。こっちの方が可愛い。これだ。これかわいい。どれにしよう。悩ましい。プレゼントたくさんありがとう。そうなんですよ、10期の方とこんなに一緒に会えるのも、まあアンダー出たら会えますけどね。でも一緒にさ、こうたくさん、なんて言ったらいいのね。一気に会って一緒に公演出れるのはね、もうなかなか機会が減っちゃうから寂しい。なんか終わっちゃったんやって感じ。なんか全然実感なくて不思議な感覚だな。ハートだるまありがとう。写真に頭悩ませてるよ。あ、これかわいい、これでいいや。あ、これもかわいい。見れば見るほどわからなくなる。ちょっと待ってよ、これ怖いな顔。これでいいや。2枚でいいか。
これでオッケー。2枚でいいかな、写真。こでとこで、みんな何枚載せてる？2枚でいいか。乗せてもらえますように。もう11時だけど、お願いします。エックスお願いしましょう。お願いします。もやることはあった、もしかして。もしかしてもうやること終わった感じかな今日。そう、あ、そう、まだまだやることいっぱいありました。さみー、あ、そう、渚のあの衣装着て渚のポーズして写真撮ったから送りますね。リルケの刺繍めくれたし、リボン結び直したね。そう、楽しかった。リボン結び直せるの好き。ここ好きポイント。何分なんだろう。ゆきありがとう。そう、なぎさんの衣装って写真撮った。てか明日その写真絶対欲しい熱意を感じた。送って差し上げますよ、もちろん。みんなに送るために撮ったんですから。そんなわざわざ自分で楽しむためだけに自撮りしませんから。今日はみんなのために自撮りしたのかね今日はみんなに見てほしいものがたくさんあります。え、ちょ、話したいことも多いし、なんか忙しいかも、ちょっと。まあ、まず今日はね、プレゼントたくさんいただきました。もうほんまに可愛いから嬉しい、ありがとう。まず1個目、ちょっと待って、袋にめっちゃ挟まっている。あれ、まずさ、このさ、入れ物がめっちゃクリスマスプレゼントみたいな見た目しててさ、めっちゃ嬉しかった、ありがとう。じゃあ1個ずつゆっくり話していきますね。だけど言うて時間ない。あ、あるわ全然。やばいよこれ、ちょっとね、嬉しすぎて。今日かプレゼント嬉しすぎて全部その場で見ちゃうね、届いてるの分かったら。だからもう中身は全部見ましたラッピング超かわいい、ありがとう。見てくれている、超かわいいんですよこれ。お手紙もありがとう。今日かね、昼公演終わってから夜公演までの間にそのプレゼント見たり、そのいろいろしてたんですけど、手紙がなんかもう嬉しすぎて泣いてた泣きながら手紙読んでました。それぐらいね、嬉しいこと書いてくれてたし嬉しかったです、ありがとう本当に。これやばくない？あ、見せてないな。てしゃん、白いマフラー。今日かさ、マフラーめっちゃ欲しかってん。白い半袖が、あ、半袖、違う、間違えた、あー、無理やばい、怖っ。やっぱ今日かなんか言い間違いひどすぎて、いつか変なこと言いそう、怖い。ほんまに悪気ないし、マジで言い間違いやから許してあげてほしい、そういう場合は。
超可愛くないこれ。何？めっちゃ良さそう。しかもじゃーん、マフラー。今日白いマフラー持ってなくてめっちゃ欲しかったんですよ。だからね、白いマフラーで可愛い冬の女の子デビューできます。ありがとう。これであの白いマフラーで今年の寒い冬もしのげます。ありがとう。え、今日なんかいっぱい届いてた。ありがとう、嬉しい。とっても。あとね、じゃじゃん、お手紙。違う方から。これマジ号泣、号泣案件。めちゃめちゃいいお手紙を書いてくれてた。もう一回ゆっくり見ますけど、と服もくれてたんだ。可愛いんだこれ、白いニット。これさ、今日が最初上下逆に見てて、え、首元拾おうと思ったら上下逆やった。じゃじゃん、白いモコモコ。え、超可愛くない？こんなん可愛いやん。だってそんなんさ、ねえ、こんなんさ着てたらやばくない？きょうちゃんがこれ着てたら超可愛くない？にゃん、絶対に可愛いんだよね。やばい、ありがとう本当に。少々待ちよう。やばい、時数制限だ絶対。ねえ無理だよ、どうしよう。これでいっか。いけるはず。ユキたくさんありがとう。お手紙できるのも今日に送ってみようかな。ほんまに嬉しい。曲もほんまにお手紙が何よりも嬉しいから、ぜひ待ってます。あとね、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 またお手紙かわいい。早急に書きます。嬉しい、待ってるよ。これはね、ちょっとまだ中身見れてなかったんですよ。わお、千秋楽お疲れ様。ありがとう、楽しかった2公演。きょうちゃんええな、ほんまにきょうちゃんええな、かわいい。待って、めっちゃかわいいねんけど。キャンディーアクリルキーホルダーって、まるでキャンディーのようにキラキラ。ハローキティなんですけど、香川。お肉骨付き鳥。ハローキティなんですけど、待って、鬼かわいい、鬼かわいいんですけど。ハローキティやびゃー、こんなんさついてたら超可愛い。え、待って待って待って、後ろさ、お尻見て見て、お尻可愛い。待ってくれよ、可愛い、にょ可愛い。うどん食べてる、可愛い。なんかこういうさ、ご当地になんか行った時にお土産みたいな感じでこういうの買ってきてくれるの、なんかめっちゃ愛感じる。なんか遠くお出かけした時にさ、お土産きょうちゃんに買っていこうって思ってくれるのってさ、めっちゃ愛感じ、愛感じる。え、めっちゃ可愛いけど、ハローキティ。香川名物の骨付き鳥。え、香川名物な、骨付き鳥って。初めて知った。え、これ鬼可愛いんですけど。しかも京香さんの誕生日じゃないこれ、13。うん、え、めっちゃ可愛くない？やびゃー、なるほどね。え、超可愛い、ハローキティ。
ハローキティやんな、やっぱりハローキティは世界一可愛いで。ね、ボタニカル味感じる、緑。ボタニカル欲しいよ。あとね、あとね、ハローキティさんのお手紙です。次、かわちい、ありがとう。え、すごくない？いっぱいお手紙もらえた、嬉しい。あとね、これもう激ヤバです。やばい、これえ、やばいって。キティちゃんの一番くじのクッション、え、超嬉しいんですけど。開けよう。アップルパイかわいい、かわいい、かわいすぎ、すごいでしょ。あとお皿もでじゃん、メラミンプレート、かわいい。キティちゃんグッズいっぱいやねんけど、嬉しい。クジャマイド、キャワー、ありがとう。あとね、これは激ヤバ、激アツ、激アツ、激アツです。じゃじゃん、見て、キティ耳、キティ耳さんです。え、やばくない？見える、これ、ラスト、ラストスペシャル賞ぬいぐるみセット。ラストスペシャル賞なんてもうそんな簡単に手に入るもんじゃないですから、やばくない？え、ありがとう。ラスト、ラストワンはさ、簡単に手に入るもんじゃないんで、嬉しい。こんなん可愛すぎるでやろ、可愛い。二人揃ってずっと二人でいてほしいな、可愛い。絶対飾ります、ありがとう。キティちゃんのグッズが増えて嬉しいだよ。喜んでもらえて嬉しい、ほんまに嬉しい、超ハッピー、ありがとう。最高、最高、最高。すごくない？ラストワンやで、だってラストワンってことはさ、ラストワンってことやん、すごくない？あとね、あとね、これ、あ、ちょっと荷物多すぎてちょっと曲がっちゃったけど、チューリップもらって帰ってきました。やっぱ水色一本って可愛いよね。お花の匂いがします。今日チューリップ大好きなんですよ。チューリップめっちゃ欲しくて、お家にチューリップ飾ったら可愛いなと思ってて、確かね、花瓶がどっかにあるから、ちょっとどこかなって感じですけど、え、これ本物やろ。水色すごいでしょ、水色めっちゃ可愛い。なんかクーちゃんのね、青と紫、紫色めっちゃ可愛かった。すごく良かった、その組み合わせ。今日ね、いっぱいお菓子もらったんですけど、聞いてもらえます？これ見てください、ちいかわ、ちいかわクッキーをねもらったんですよ、嬉しい。じゃじゃん、よろいさん、じゃじゃん、うさぎさん、むしゃむしゃ、かわいい、ポイしてる、ね、これいただきました、いっぱいもらいました。あとカエルまんじゅう、キャロッキャロッわキャロッわキャロッ、いただきました。あとね、あんずちゃんがお世話ありがとうってクッキーくれた、んないくらでもお世話するがな、かわいいね、あんずちゃん、あんずちゃん、あんずちゃん、でもあんずちゃんにしばらく会えへんそうで、結構ガチで無理。チョコある方からいただきました、ありがとうございます、嬉しい。そう、お世話ありがとうって、かわいすぎ。チョちゃんいっぱいお菓子もらったよ。あと勇気ありがとう。じゃあこの間さ、京香はさ、こう肩組むってボケやってるけど、さっくんガチで
天然で肩組んでてめっちゃおもろかった。2人揃ってアンズ真ん中に咲く今日かって思って、2人揃ってアンズに肩組んでてさ支えたれよ久々コメントできるくらいゆっくり見えて可愛い年だで、嬉しい。いっぱいコメントしてくれて。あとね、これくーちゃん、ほらこれ中身まだ見てないんですよ。なんだろうかな、気になる。すごくない？なんかもうみんな差し入れをくださって、ちょっとほんまに今日かも後悔した。なんで自分はこういう時に差し入れを用意できないんだろうってだから今日かも本当に近いうち、待って、あんずちゃんの差し入れもらってくの忘れてた、悔しい。作天然すぎんやばくない？めっちゃもろかったけどえ、なにこれ、え、なんかいっぱい入ってる、すごーい。ややんややん、なんだろうかこれ。和洋、和洋アーモンド、砂糖、飴、パフパフ。なんか食べてみないとわからんそう。いっぱい入ってます、嬉しい。ジュイッキー仲良し、ほんまに今日ジュイッキーに会いたいなと思って、ジュイッキーの写真見ながら会いたいなと思ってたら、ゆうねちゃんとリーナが登場して嬉しかった。ちょっと寝転んでたらね、ゆうねとリーナが登場しました。カノンさんからいただいて、めっちゃ美味しそうこれ、見て見て見て、ロールケーキ冷蔵庫入れなやばいよな、めっちゃ美味しそう食べ物いっぱい食べ物いっぱいで嬉しい。そう、全部おしゃれ。あとちなみにこれも、え、超美味しそうじゃない、ベリー乗ってますよね、ベリー美味しそう。やばい、あ、ぜひ、ゆきたくさんありがとう、トントーヒー、めっちゃ可愛くない、おしゃれ。なんだこれは、クッキーかな、クッキー。あとね、マカロン、マカロン、マカロン、モカやって、美味しそう。チャム、それってマカロン何個チャム。あとクーちゃんご家族からヤクルト1000、やば、ヤクルト1000超嬉しい。いただきまーちゅ。なんかスプーン、あ、ちょ、フォークがあった、あ、これか、さっきのクッキー。あのね、いっぱい、あの最後だったので、もう残ってるものも全部くださいって言っていっぱいもらってきました。あ、クッキーで、見て見て見て、アンズちゃん、アンズちゃんだよ。アンズちゃんって8割やけど、ラッコさんでもある。いや、アンズは8割だな。そう、たくさん食べるお菓子いっぱいもらった。見て見て、ゆうねちゃん、ゆうねがいる、ゆうね、ゆうね、ゆうねがいるよ。これゆうねで、これきょうか、どっちかな。きょうかってうさぎとももんがどっちだと思いますか、結局。飲むむちゃうま、ねえ、これゆうねちゃんじゃない、もうゆうねちゃんって思うとちょっと愛おしすぎて、よし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 ってなる。ゆうねちゃんやん、これちっちゃいし、昔いっぱい喜ぶ、嬉しい、いっぱいいっぱい、もうお菓子いっぱい食べるんだからね。スノードームありがとう。モモンガかな、やっぱり。鎧よし、鎧よし、珍しい。
鎧さん。でもくーちゃんとリーナがちょっと何か早くはっきりさせたいところですね。あとやばくない、こう箱でちょっといただいちゃったんですけど、開いてない、これやばいで、めっちゃ美味しそう、これめっちゃやばいで、見せてあげる。おかえりなさい、帰ってきた、よかった、無事帰ってきて、ひょーちゃんは安心です。くーちゃん、シーサー、シーサーはリーナかくーちゃんかどっちかでちょっと悩んでるところではある。見てください、実は時間は一回も見たことない、今すぐに見なさい。じゃじゃーん、やばくない、クリスマスツリーなんですよこれ、めっちゃかわいい。でこっちプチシュー、くーちゃん家族からいただきました、本当にありがとうございます。あとね、今日はあの衣装さんの方もドーナツをくださったり、ほんまになんかたくさん差し入れがあって、もうめちゃめちゃ一生テンション上がってました。かわいい、え、でもちょっとリーナに見える、 C さんリーナじゃない、かわいい、かわいい、ゆきありがとう、そう嬉しかった、リーナじゃない、シーサー、リーナじゃない、え、そう、お菓子の多さで千秋楽感じた、確かになんかね、千秋楽って実感なかったけどね、この差し入れの量で、あ、千秋楽なんかってなったかも、確かに。チーカーは絶対にサック、いつもチーカーの話の時ついていけなくて、おおってなってた、今すぐ見なさいよ、チーカーはマジ生きがいレベル、なんかクッキーいっぱいあったからいっぱいもらってきたよ。シーサーはリーナな気がしてきた、でもラッコさんリーナでもありえねえな、どうしても10期全員をちいかわで例えたいんですよ、だからといって何になるわけじゃないけど、もうこれゆうねちゃんすぎてもう食べたいぐらい愛おしいね、でもちいかわがいないし8割もいない、でもおでめっちゃモモンガっぽい、なんか厄介なところ、厄介なところめっちゃモモンガっぽい、鎧さんにめっちゃうざがらみするやん、なんか強化っぽい、めっちゃ自分で理解できてる、ちゃんと自分のこと。でウサギはぁ、そう正式にね11期と会議したかったけど、ちいかわ見てる人多分京香とサックしかおらんから話になんないですってなってやめました。いや、ゆうねちゃんの栗まんじゅうはさ満場一致じゃない、あんずとサックも満場一致、京香のウサギかモモンガがちょっとむずい感じ、はぁ、うざがらみされる鎧さんが来るみ、ちょっとありえるかも、これめっちゃかわいい、リボンついてる、寒え、そずーちゃんああ見えてちいかわ見てないから。実は鎧さん、鎧さんっぽい人おらんけどな、くーちゃんとリーナが気になる、きっとこれから登場してくれるはずでしょう、嬉しいな、お菓子いっぱいあって、もう毎日お菓子いっぱい食べちゃうんだからね、どうやって開けますのこれ、にゃ、あんずまま8割欲しい、知ってた、みんなね、みんな知ってるの、はぁ、はぁ。でもね、モモンガじゃない、ウサギのモノマネ似てるからウサギでいいかも、時間足りひんねんけど、あと30分もある、じゃあ今日の話できますね、とりあえずね今日いただいたプレゼントは紹介できました、あと差し入れもね、お菓子いっぱいだよ、やった、もう何も考えずにお風呂好きなだけ使って好きなだけ寝れるぞ、とりあえず明日は好きなだけ寝よう、何度でもしちゃおう。
そうしちゃおう。だけから時間足らんからの即まだあるって言ってて、ただ何回か言ってるよな。うさぎの荒ぶり聞こえてきて、え、そんなんあんの、聞きたい今日かも。え、めっちゃ可愛いねんけど、プレゼント開かないんですけど、あんずちゃん、あんずちゃん開かないよ。おー、開きました。え、今日がさ、ステラおばさんのクッキー大好き、美味しいんです。え、すごいいっぱい入ってる。こんなさ肩組んでるだけやのにこんないっぱいくれて、ええやつや。ユキたくさんありがとう。肩組んでるだけやのに、今週きょうちゃんいっぱい頑張ったからたくさん寝てね、ありがとう。いっぱい寝ます。間によく頑張った。練習楽見て明日昼まで寝るよって、夕方まで寝ちゃおう。うんうんうん、カバンにつけてきょうちゃん感じたいね。うさぎ身にまとっといてよ。11期全員にうさぎグッズあげよっかな。きょうちゃんのこと肌身離さず持っててねって言って、ユキありがとう。なんか11期のみんなに京花のこと24時間忘れずにいてほしいから、なんかウサギの何かプレゼントしよっかな。やっぱ京ちゃんってウサギモモンガにはなれないですか。本当にお疲れ様だよ、ありがとう。なんかね、一周回って超元気です。チッ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 、ゆきありがとう。ココフラとあれみたい、思い出以上。ハート、あんずちゃん今日のこと好きってこと、そういうことか。なんだそういうことか。うん、これどうやって直すんだ。かわいいな、クリスマスって感じするぜ。テンション上がるぜ、ほんまに。キラッ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 、制服の目楽しみ、楽しみにしててね。今日がもう頑張ります。皆さんの期待に応えられるよう頑張ります。よろしくお願いします。今日はですね、ハートありがとう。追加曲で千秋楽ということで、お昼公演は11期がいっぱいいたのでニューエイジャー、そして夜公演は心にフラワーを披露しました。思い出以上のセンター見えてよかったね、嬉しかった、ありがとう。ハートありがとう。去年制服の目見てきょうちゃん見つけたの、え、それはさ激エモエモエモ公演じゃない。じゃあもう絶対見に来て待ってるね、嬉しい、嬉しいな。そう、あのね、今日心にフラワーフルでやったの今日が初めてでした。だからね、フルでできてよかったです。きょうちゃんのことを認識した、嬉しい。制服の目公演覚えてますか、懐かしいですね。ゆきありがとう。もうね、1年以上前か、懐かしい。もうめっちゃ楽しかった、好きなんですよね、制服の目公演。めちゃめちゃいい公演ですよね。ココフラめちゃくちゃ良かった。ほんまに嬉しい。揃ってた。嬉しい。ちょっとどう今日が見出したらどうしようって思ってたけど。いいよな、曲めちゃめちゃいい。フルバージョン初めて。
減った。ここフラいっぱい褒めてもらえた、嬉しかった。あんちゃんも褒めてくれた。よく覚えてるよねえ、懐かしい。あの自己紹介は一生忘れへんな、今日かの懐かしい。もうあんな赤子も同然でしたね、あの時の教科は。もう今じゃこんなになってどう自分で言うことじゃない、これ激エモ、激エモじゃない。絶対見に来てね、約束。嬉しいな。ジェラシー、ジェラシーの最後のポーズ超好きやねんけど、これやばくない、これめっちゃ好き大好き。でじゃーって始まりますね。ハート、ユキありがとう。そうですよ、めちゃめちゃ思い入れ深い、思い入れ深い大成長じゃない。うわ懐かしい。そうだ、須田さんとユニバ行きたいですって言ってた。あのマッサージしますみたいなこと言ってた何言ってんねん、ほんまに懐かしい。やばくない、須田さんと一緒に MC でさ、同じ場所に並んでさ、同じ公園に出れたのがもうまずやばすぎる。こんな嬉しいことはないよな。衝撃やったでしょ、ハートありがとう。でも制服の目のコールを聞けるのは初めてですからね、楽しみ。第6巻強化の人生初ユニット、こんなんもうめちゃめちゃ思い出やん。人生で初めてのユニットが女の子の第6巻。ラブレターありがとう。カラフル衣装あれかわいい、かわいいよな。つね、須田さんと一緒に走れた、走り込んでいく楽園、そう楽園の階段で須田さんと一緒に走れてめっちゃ嬉しかった。須田さんにちょこちょこついていってました超不安そうな顔してた懐かしい。懐かしい、あれは懐かしすぎる。超楽しかったです。オーナメントありがとう、ハートありがとう。ぜひ見に来てください、初日。早く初日迎えたい言ってでもね、あと1ヶ月ちょいしかないけど大丈夫かな仲間の歌いいよな、とてもいい曲だと思います。輝いてたあの月も明日のために卒業してみたいな歌詞合ってるかな。てて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 もうね、ね、またできるの嬉しい。今日かあのアンコールの衣装超大好き、白いモフモフ超かわいい。第6巻オレンジなのがエモかった、もう激エモ公演じゃない。オーナメントありがとうね。言うて1ヶ月後なんてあっという間ですから。ゆきありがとう、やっと会うことできたね。そうやで、ウィーヤーも思い出いっぱい、ウィーヤーも思い出いっぱいすぎるからもう大切すぎる。初めて劇場公演出れた公演やし、いっぱいいろんなことを教えていただいて勉強できて、ほんまに成長できたと思います。ユキハートありがとう。でもこの間1年前のウィーヤーが M あの何だっけ DMM にあったから見てみたら、
すごいなんか表情とかもやっぱなんか今もうまだまだですけど、でも今以上になんかまだまだで、え？そうなんや。ピエン。ユキありがとう。ユキたくさんありがとう。チャイラブね、チャイラブ。あ、そう何があったんだろう。そうそう。いやあの NGT48 さんのサーヤさんっていう方がいらっしゃって、すごい可愛いなと思ってたら卒業発表されたらしくて、同じサーヤさんですね顔がタイプ、おタイプで本当に可愛いなと思ってたんですけど、そうなんだ。かわいい、めーちゃかわいい そう、あのね、たまたまあのそう川越さあやさんって方なんですけど、何 SNS かなんかで見て、たまたま SNS かな、ショールームかなんかで見てかわいいと思ったら、まさかのさあやさんでシャーシャンシャーシャンってなりました。そうちょっと系統似てるなと思って、めっちゃ可愛いんですよ川越さあやさん。おほーい、で NMB さんさ、今日マジ女てっぺんブルースやってたんでしょ、かわいすぎるんですけど、ちょっとこのヒョウ柄のジャケット超やばい、めっちゃかわいい。お会いしたことはもちろんないです。ゆきありがとう、きょうちゃんの顔が一番タイプです、嬉しい。ゴーン、そう川越さあやさんはさあやさんっていうお名前、さやかさん、さやかさんいい名前だえ、そうマジジョ、マジジョテッペンブルース本気でやりたいです、やらしてください、ほんまにやりたい、マジで好きなんですよ、やりたい。どうですか、みんなも見たい、マジジョ。そうコンサート、みかなさんのさ、このヒョウ柄めちゃめちゃ可愛いんですけど、やばマジよてっぺんブルースやばい、ヒョウ柄といえば強化でしょ、ヒョウ柄といえばアズッピーでしょ、いいな、ほんまにいつかやりたいねんけど、マジよ、え、てかさ、ツイッターまだ？あ、まだだな。上がるかにゃ。え、どフフ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 
ね、投稿いつ上がるやろ。送ったからそのうち上がると思います。ハートありがとう。推しメンの卒業は辛いですよね。今日も推しメン卒業したらほんまにやばいかも。いつ上がるだろうか。制服が芽を出すよ。おーい、重いコートの下に尽くしのような。ゆき、ありがとう。そう、メガネきょうちゃん、懐かしいね。11期だって先輩がいない公演は初めてなわけじゃないですか。できるかな、ちょっと不安もあるんですけども、いろんな気持ちもあるんですけども、まあ頑張るしかないので頑張ります。サイリウムありがとう。制服の目はめっちゃ楽しみやし、頑張るしかないですね。これは1月28日、でもね、劇場デビューがそれになる子が多分めちゃめちゃ多いと思うしね。やばくない？でも劇場デビューさ、あれじゃない、めっちゃ大人数やな。そう考えるとそれがいつもはそんな感じなのかな。でもお姉様を見つけた、見つけてくれた、ありがとう。お姉様じゃない、お姫様ね。きょうちゃんとの出会い、きょうちゃんなら絶対できる、できる。あのね、気合です。あのね、気合です。そうですね。でもね、きょうが先輩みたいに多分あんましっかりしてないから、いや、しっかりするしかないんだよ。いい先輩になれるように頑張ります。ちょっとね、みんなとね、もっとね、仲良くなりたいですね。でもね、公演始まったらめっちゃ喋れるようになりそう。まだまだ。ノリと気合で、それだ。ノリと気合でやっていきます。気合はだけはね、入ってるんで、ほんまに。こっちゃん、かわいいよな。こっちゃん、こっちゃん。あれ、まだダメか。ありがとうございました、ね、ます。上がるんちゃう、これ、これ上がるんちゃう。きょうちゃんのツイッター、ツイッター、仕事行ってきます。頑張って、頑張ってね。バラありがとう。大丈夫だよ、怪我しないように。そう、ほんまにね、今日が人生で怪我したことほんまにないんですよ。だから、あの包帯じゃないわ、サポーターとか、なんかぐるぐる巻くやつとかやったことないぐらい、絆創膏しか貼ったことないぐらい、あの一番大きい怪我で普通にこけて大きめの絆創膏貼ったぐらい。あのめっちゃいい絆創膏あるやん、なんかあれ貼ったぐらい。それ以上あの怪我したことないんですよ。だからほんまに怪我しないようにだけ気をつけます。怖いよな。11周年まで行きます。今日もあの11周年ライブの話してた。だからついてきてください、11周年ライブまで。
ギャル魂。ゆきたくさんありがとう。私の12期のこの顔のタイプ、ここみちゃん。おお、ここみちゃんあれだ、にゃんずの子だ。にゃんずの子かわいい。ここみちゃん、ここみんかわいいよな。なんか若干あんずと雰囲気似てる。お、来た来た来た、みんな、あ、ツイッター上がりました。ツイッター、ね、手紙のことのやつね、復活したらいいな。ゆきありがとう。やっぱ57分、やばいやばい。みんなコメント、いいねとコメントお願いします。またき昨日の Twitter いっぱいコメントしてくれて嬉しかったから、今日もぜひいっぱいコメントしてください。千秋楽ありがとうございました。ありがとうね。制服のメモ待ってるよ。ぜひコメントお願いします。1枚目激盛りしてて超かわいい。ほんまにやったね。そう、今日はセンターできて嬉しかったから思い出以上の写真にしました。コメントします、見るね。嬉しい、素敵な文章だね、優しい。いっぱい頭悩まして考えたから。時数制限さ、こんな短かったっけって思ってんけど、こんな短いんや。むずいな、ツイッターってまだまだだな。ツイッター呼びやめるわそろそろ。ステイ君待ってるね。え、そう、前髪今日ほんまに崩れんかった。やばい、今からお風呂もうゆっくり使って、もう飽きるほど寝るの楽しみすぎる。最高最高だな。念願の思い出以上見えて嬉しかったね。見てもらえて嬉しかった。じゃああれですね、読みます。13位キョッピー、12位キョッピー、11位キョッピーって信じてる、あ、多分キョッピー、10位キョッピーって信じてる俺やで、バツ丸です。9位ネゴギャル、8位ウサギさん、7位ルーさん、6位青い男の子、5位赤い男の子、4位ひよご、3位犬、2位豆柴、1位犬。ありがとう、ありがとうございました。千秋楽本当にありがとうございました。明日はあれですね、月曜日なのでブログの日ですね。ブログ、あ、違う、え、明日日曜日、え、あ、明日日曜日なんや、あ、あら、そうなんや。じゃあブログの日じゃなかったらしいです、信じてるわけさ見えへんくて多分キョッピー。じゃあおやすみなさい。明日日曜日でした。またいっぱい話しましょう。バイバイ。はい、おやすみ。はい、バイバイ。